スの、レクチャー動画ということで初の試みになるんですけど、先週ね発売したばっかりの King&Prince の君を待ってるっていう動画、僕も、全パートを一人で歌って踊ってみたっていうので出したんですけど、それのですね、サビの部分をレクチャー動画としてやっていこうかなと思います。よくレクチャー動画とかを見てると、反転してたり後ろ向きを映してみたりとか、みんなそうやっているので、いつもジャニーズは左でマイクを持って右手で踊るんですけど、今回ちょっと右手でマイクを持って左手で踊って反転をさせてやっていきたいと思います。はい。で、僕実はですねダンス経験とか習った経験とかなくて、いつも我流で覚えてやってるんですけど、まあ、今回ちょっとカウントを取りながら、教えていきたいと思います。それではですね、1回通してやっていきたいと思います。はい。一連の流れとしては、今みたいな感じなんですけど、まず最初ですね、サビに入る前にチャンチャンっていうところから始まるんですけど、まあ、そこはカウントなしでいきたいと思います。でその時に右手を人差し指を立ててもらって、チャンチャンの時に右足を、左足の方に、こういう感じですね、にしながら、右手をこう同時にこういう感じですね、まあ当たってるのでこういう感じですね。で これがゼロで、その後こういう感じで人差し指を立てたまま一周回して、で、その後早く一周回して早くの時に一歩前に、右足が出ます。こうじゃんじゃん、一周回してこう、こういう感じですね。一周回してこう、右足から出て手を半分ぐらいですね、戻しながら今度、左足で下がります。手を半分戻しながらこう、いい感じですね。じゃんじゃん、一周回して前に出て下がる、で一歩足が、右足を出るごとに、2歩出るんですけど、その時に手がこういう感じです。内側にこういった時に、1歩出るんですけど、こういう感じですね。ワン、ツー、スリー、2歩出るんですけど、2歩できるんじゃなくて、今度左足は横に出してください。横に出すと同時にこう、右手を斜め上に、人差し指を取ったままですね。で、手を一回中央に寄せてこう、ここまで行ってた手を中央に寄せてもう一回こうやります。その時2回目に、手を広げた時に同時に今度右足を出す感じで、2歩できるんじゃなくてこう、ちょっと難しいかもしれないですけど、足を開く感じですね。横向きでやると、こう
こう下がってこうですね。そこまで OK ですかね。一回やってみます。じゃんじゃん、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ファイブまでですね。この後、一回、中央に手のひらを向けます。この後一瞬手のひらを向けて手を返します。手を顎に乗せるのと同時に、体の重心が左に倒れます。こう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 の後に、首を3回うなずきます。でその時に、だんだんこっち側にですね3回いますね。こういう感じですね。こう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 です。こうこうこうまでいったら右、左足を一回真ん中に戻して、右足と右手を同時にこうですね。一回転するので交差して回ります。回ったところでちょうど8ですね。最初から全部カウントを数えていくと、じゃんじゃん、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。でその後、回った後は右手ですね。右手を内側、外側、内側、外側、こうですね。やるときに、ここ間違えやすいのが手と足、まあ、歩くときもそうなんですけど、歩くときにこうに交互に手と足が出ると思うんですけど、ここは一緒に、手と足の向きを一緒にいきます。だから足も逆ですね。こうこうこう普通に歩くのと逆ですね。これを2回繰り返します。こう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 でその後に、ここは、平野君の、ソロバトル、夢は叶えられるっていうんですけど、その時に、他のメンバーたちは、まあ、足を開きながらですね、こういう感じ、これやります。夢は叶えられるっていう感じですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブという感じで足をやると、スムーズに、やりやすいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワンという感じです。はい、一回サビやってみると、じゃんじゃん、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト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 、ワン。ワンがここなので、次、ファイブ。ファイブの時に手を正面に出します。あ、足を開きながらですね。やってみると、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。これですね。右足を同時に、横に開いてください。ファイブで手を出して、中央に1回引きます。胸の辺まで。その時グーにして、今度は横にパーで伸ばします。その時に右足も同時にこういう感じで軽くステップ踏むと結構綺麗にいくと思います。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。自分でもよく気にしなかったんですけど、こうやるときもこうやった方がかっこいいですかね。5、6、7、8、
7、8、次のカウントで今度手は斜め前にいきます。バーのまま一回軽く胸までいかないですけど軽く引き直す感じ、横までいったのをこういう感じですね。そんなに今体もちょっと斜めになったところやりやすいですね。正面向いたままこうじゃなくて体も抜くんですね。こうなってたのをこういう感じ、同時に手と足が同時に斜めに向きます。はい、これ一回出したのを前からいきます。前から引いて前引いてみたいな、横に出したのを斜め前に抜ける、前後ろ前後ろ2回やった後、次手だけを抜けます。前後ろ前後ろ、これも2回なんですけど、今度2回目やるときに1回手を引きます。で今度パンチするだけの動作ですね。足はそのまま前後ろ前後ろのままで、前後ろ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 っていう感じです。でそこまでやったら右足からですね、こういう感じで4下がります。その時に手は下がると同時にこういう感じ、まあ、特に意識してなかったですけど下げる時に人差し指を立ててるんですかね、立ててて上にやる時も立てるみたいな、でも立てっぱなしじゃないです。立てっぱなしでこうやってやるんじゃなくてここで立てて上に行く瞬間またグーで上に行った時にはまた人差し指を刺してっていうのを繰り返すんですね。で下がると同時にですね、こう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 4歩下がったら手を顔の正面に向けて下げてます。下げてきて止まる、手のひらを返してこうで今度1回ですよね。1回だけ結構大きくうなずいた方がキレが良くなります。手はまたこっち、足だけですね、今度は、右足だけこういう風に動きます。こうなったのを、かかとからこう横向けてまた正面に向けてでまた横向けて正面に向けてっていう動きをやります。手と体をこういう斜めにして手は足とですね、足と同じような向き、平行にする感じで、で、足だけ動きます。1、2、3、4、4回ですね。4カウント、動いた後に、手だけここに戻ってきて、手と体ですね。手と体が戻ってきて、今度また人差し指を立てて、こういう感じです。地面の方を刺しながら、地面の方で、斜めで地面の方を刺しながら、体はここにリズムとってるんですね。4カウントですね、これは。1、2、3、4って感じ。3カウント目までは、このまま手だけがここに上に上がってきます。斜め上に。こう上がってきて、4カウント目で、こう。斜め上を刺して終わりですね。それをカウント入れてやってると、最初1なので1、2、3、4、5、6、7、8、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 1,2,3,4,5,6,7,8 大丈夫ですかね、ここで、1回通してやってみると、じゃんじゃん 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7
1、2、3、4、5、6、7、8、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 1、2、3、4、5、6
ちょっと難しかったんですけど、本編の方ですね、君を待ってるっていう、歌って踊ってみたっていう方もですね、音楽に合わせてやっていますので、よければそちらの方も見ていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。